三段論法、三段論法、三段論法、シュロギスモスは、論理学における論理的推論の形式の一つ。典型的には、大前提、小前提及び結論という三個の命題を取り扱う。これを用いた結論が真であるためには、前提が真であること、及び論理の法則、同一律、無矛盾率、排中率、及び 重足理由率が守られることが必要とされる。アリストテレスのオルガノン、分析論前書、分析論跡が気によって整備された。もともと言語域を段階的推論法というような意味合いである。三段と限定されてはいない。そのように限定されるかのような誤解を招く翻訳語であるが、 古代ギリシアが確立したものが三段構成だったために欧米文明へ向けての開花という実際目的に即した訳語が作られたインド固有の三段論法では五段構成である古代ギリシアに由来する西洋の三段論法はという三つの項概念のうち二つの組み合わせ関係性をそれぞれ表現するという三つの命題によって構成される 演疫的な推論規則である。このように、量化的な変動性を持つ、ある個物的、機体的な、障害念と、抽象的、類的な、大概念の関係性を、両概念との関係性を示すことが可能な、中立ち概念、中高を介しつつ、提示、定するのが、三段論法という手法の目的である。中立ち概念、中高を介さずに、すなわち、大前提、 小前提を経ずに、端的に、結論の、小概念と、大概念の関係性のみを命題として提示する場合、それは推論ではなく単なる、定義文となる。このように、概念間の関係性を規定、整理する、概念の整理整頓術としての論理学において、その推論形式の最小型となるのが三段、論法である。以下に、低言的三段論法の例を示す。 なお、これが今日に至るまでに伝統的なものになっているが、アリストテレスがその著、分析論跡書きにおいて例示している、低言命題を書いて、下減命題一本のみの三段論法とは、形式が異なる。三段論法を構成する革命題は、前哨特哨、皇帝から否定の区別の組み合わせによって、A、E、I、O の四つの型に分類される。 括ッ内は今日の一回術語論理における両歌詞を用いた表現。なお、この A と I はラテン語のアファーモ、皇帝、E と O はラテン語のネゴ、否定から取られた記号で特に深い意味があるわけではない。三名題における S、P、M の配列パターンを角と呼び、これには4つの可能性がある。なお、第4角は ガレノスが形式整備のために保管したものである。アリストテレスは実用性はないと考え、省いたものと考えられている。ちなみに、上記した命題の四つの型 A、E、I、O とこの四つの角を組み合わせて表現すると、例えば第一角の命題がすべて A の場合は、わかりやすく、これを小文字の A にしてといった具合に表現できる。 四つの型、A、E、I、O を取り得る、革命題が三つ、大前提、小前提、結論組み合わされ、さらにその組み合わせが、命題三要素の配列パターンによって四つの、核に分けられるので、全部で四四イコール二百五十六通りの三段論法があり得るが、実際にはそのうちの十九通り、厳密には弱税式の五通りを加えて二十四通りのみから、 更新な結論が得られる。この時二つの前提は共にまでなければならない。までない前提からは、しばしばパラドックスが導かれる。その19式、24式を示せば、である、定言三段論法における上記の19式を、覚えるため、中世、スコラ学では、シラチスメスと呼ばれるラテン語の詩が作られた。この詩から詩を取り除くことによって三段論法の、 式が得られ、上記の詩の強調文字の部分が式である。それぞれの式を呼ぶのには、詩の各々の単語を用いる。また、詩の一行目が第一角、二行目が第二角、三行目が第三角、四行目が第四角に対応している。また、第一角以外の角は、第一角に還元され得るが、式の名称に含まれる詩のうち S、M、 p よび c は還元の際の手引きとなるもので、s よび p はそれぞれ直前の母音で表される式を単純替えあるいは限り了解くらいせよという意味であり、m は前提の変換を命じ、c は三段論法の替えくらいすなわち気流法によって証明せよという意味である。冒頭で示した三段論法の例は、第一角のバーバラに対応している。上記の十九式。 24式をベン図で表すと以下のようになる。上に M、中高、左下に S、主語、右下に P、術語が配置され、その3つの関係が示されている。また、右上に大前提、左上に小前提、下に結論が補足的に示されている。黒い領域は要素がないことを表す。赤い領域は特徴を表す。 弱性式の項目は背景を灰色で示している。このように、オイラーズと異なり、ベンズは直感的にややわかりづらい面があるので注意。上記の19式、24式をより直感的にわかりやすいオイラーズで表すと、以下のようになる。M、中高は青、S、主語は赤、P、術語は緑で表現されている。 弱性式の項目は背景を灰色で示している。第一角の AAA、すなわち、マップサムサップの三段論法を入れ子式に、主語 S が、術語 P に包含されるパターン。以下のようになる具体例。M イコール人間、S イコールギリシャ人、P イコール死ぬ存在。第一角の I、すなわち、マップサムシップの三段論法を上記の AA-1 と同じ形だが、結論の主語 S だけを不必要に特徴にしてしまっている弱税式。以下のようになる具体例。M イコール人間、S イコールギリシャ人、P イコール死ぬ存在。第四角の愛、すなわちパムモスシップの三段論法 a AA-1 とは逆に、主語 S が述語 P を包含してしまうパターン。したがって、 主語 S の観点から見れば、常にその一部だけが、術語 P の全体に該当することになる。以下のようになる。具体例。M イコール人間、S イコール死ぬ存在、P イコールギリシャ人。第一角の AII、すなわちマップシムシップの三段論法は、以下のようになる。具体例。M イコールウサギ、S イコールペット、P イコール有毛生物。 三三角ののの AII、すななわち、段論法は、以下のようになる。具体例。M イコールウサギ、S イコールペット、P イコール有毛生物。第三角の IAI、すなわち、MIP モスシップの三段論法は、以下のようになる。具体例。M イコールウサギ、S イコール有毛生物、P イコールペット。第三角の和 o すなわち、 マップモスソップの三段論法は以下のようになる。具体例。M イコール猫、S イコール哺乳類、P イコール有用生物。第四角の IAI、すなわちピムモスシップの三段論法は以下のようになる。具体例。M イコールウサギ、S イコール有毛生物、P イコールペット。第三角の I、すなわちマップモスシップの三段論法は以下のようになる。 具体例。M イコール正方形、S イコール筆形、P イコール長方形。第1角の A を、すなわち MEP、シムソップの三段論法は、以下のようになる。具体例。M イコール宿題、S イコール読書、P イコール楽しみ。第2角の A を、すなわちペムシムソップの三段論法は、以下のようになる。具体例。M イコール宿題、 S, s イコール読書 p イコール楽しみ。第三角の a を、すなわち ,mep, m i s ップ o p の三段論法は、以下のようになる。具体例 m イコール宿題 s イコール読書 p イコール楽しみ。第四角の a を、すなわちペ e m ス i s プ o p の三段論法は、以下のようになる。具体例 m イコール宿題 s イコール読書 p イコール楽しみ。 第三角のエアを、すなわち、MEP、モスソップの三段論法は、以下のようになる。具体例。M イコール罠、S イコール植物、P イコール動物。第四角のエアを、すなわち、ペムモスソップの三段論法は、以下のようになる。具体例。M イコール罠、S イコール植物、P イコール動物。第二角の青、すなわち、 パムソムソップの三段論法は以下のようになる。具体例。M イコール有用、S イコールウェブサイト、P イコール参考情報。第一角のエアへ、すなわち、MEP、サムセップの三段論法は以下のようになる。具体例。M イコール爬虫類、S イコール蛇、P イコール有毛生物。第一角のエアを、すなわち M、MEP、 サムソップの三段論法。上記のエアエマイナス1と同じ形だが、結論の主語 S だけを不必要に特徴にしてしまっている弱勢式。以下のようになる。具体例。M イコール爬虫類、S イコール蛇、P イコール有毛生物。第二角のエアエ、すなわちペームサムセップの三段論法は以下のようになる。具体例。 m イコール爬虫類 s イコールヘビ p イコール有毛生物第二角のエアをすなわちペムサムソップの三段論法を上記のエアへマイナス2と同じ形だが結論の主語 s だけを不必要に特徴にしてしまっている弱勢式以下のようになる具体例 m イコール爬虫類 s イコールヘビ p イコール有毛生物第二角のあえすなわち パムセムセップの三段論法は、以下のようになる。具体例。M イコール爬虫類、S イコール有毛生物、P イコール蛇。第二角の I を、すなわち、パムセムソップの三段論法、上記の i a 二と同じ形だが、結論の主語、S だけを不必要に特徴にしてしまっている、弱勢式。以下のようになる。具体例。M イコール有日詰め生物。 S, s イコール人間 p イコール馬。第四角の愛、すなわち、パムメスセップの三段論法は、以下のようになる。具体例。m イコール爬虫類、s イコール有毛生物、p イコール蛇。第四角の愛を、すなわち、パムメスソップの三段論法、を上記の愛マイナス4と同じ形だが、結論の主語、s だけを不必要に特徴にしてしまっている。 弱勢式。以下のようになる。具体例。M イコール夕日詰め生物、S イコール人間、P イコール馬。なお上に示した、提言三段論法のほか、その発展としてがある。また、ジョン・スチュアート・ミルは、叙情のソクラテス・ウンヌンの場合、結論を知っていないならば、大前提の前哨判断は得られないのだから、三段、論法は一種の循環論証であると批判した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。